はい、それでは問題見ていきましょう。暖房用鋳鉄製蒸気ボイラーにハートフォード式連結法により乖離管を取り付ける目的は次のうちどれか。蒸気圧力の異常な昇圧を防止する。湿り飽和蒸気を乾き蒸気にする。不純物のボイラーへの混入を防止する。低水位事故を防止する。燃焼効率を向上させる。はい、この中でですね、誤りがあります。はい、それはどれでしょうか。確認してください。はい、いかがでしたでしょうか。答えはですね、こちらです。低水位事故を防止するですね。まずですよ、ハートフォード式連結法、これ覚えてますか。ね、こうボイラーがあって、こうニューってね、まあ、こうなってこうなってるみたいなね、あの図思い浮かぶ人はいいです。思い浮かばない人はなんだかもう一回これ調べてください。ハートフォード式連結法ね。はい、でもう一つ、ハートフォード式でよく出る、まあ、まず答えだ。このハートフォード式連結法、これはね、ここがまず余談ですけど、これ保険屋さんなんです、ハートフォード。でボイラー事故が多くて困った、なのでとにかく事故を防止したいっていう背景があるんです。なので事故防止ですよ。で、まあ、それはそんなとこから考えなくてもいいんですけど、ね、これはこれだと覚えてはいいんですけど、ね、そういう背景からでも、なんとか引っ張り出してくれるようにちょっとそういうことを話したんですけど、で、まあ、この辺も事故っぽいけど、ね、これ低水位事故です。これを防止するためにあの管構造をしてる、ね、よくわかんない人はそこをもう一回調べてね、はい、とあともう一つ、ハートフォード式連結法、これは引っ掛けとしてですね、これは蒸気ボイラーに使う、ね、温水ボイラーにはこれはつかない、ね、低水位事故防止、こういう感じではないので、はい、なぜかは構造を見てください。ということで、この問題の答えは低水位事故を防止するハートフォード式連結法、まあ、このあたりをしっかり覚えておきましょう。